皆様こんにちは。ゴールドコースト散歩のお時間です。今日もこのゴールドコーストからお送りしたいと思っておりますが、お天気がなんと雨なんですよね。本当はね、綺麗なビーチもご紹介したいなと思っていたんですが、今日は雨です。ただ皆さんのご旅行にとって当然雨の日だってね、1日ぐらい入ってくるようなもんなんですよね。はい、ね、陽気なおじいたちが立ち上がってきますね。雨の日でもね、楽しんでもらいたいなということで、雨にも負けず今日も楽しい情報をお送りしたいと思います。今日のテーマはパシフィックフェアに行ってみよう。クイーンズランド州最大級のショッピングセンターです。このサーファーズパラダイスの街から路面電車で15分ほどで最寄りの駅まで到着することができますので、このような雨の日ホテルの中に引っ込んでいてはもったいない。ぜひパシフィックフェアを楽しんでみましょう。それではね、出発していきます。ここサーファーズパラダイスの中心のエリアから路面電車で向かっていきます。路面電車トラムですね、これで向かっていくので、その駅まで、ご案内します。カビルアベニューステーションですね。向かっていきましょう。信号無視する人もたくさんおりますけれども、皆さんはね、大切な旅行の間ですから、一応信号機は守っていただいた方がいいのかなというふうに思ってます。街の中心をこのね、路面電車の線路が走るということで、ここに来てもらったらね、もう駅までは迷うことなく行くことができます。信号が青になったら横断歩道を渡って左に曲がり、もう一つ横断歩道を渡って右側が駅になります。じゃあね、まず最初にこの路面電車トラムのね、路線図をご紹介します。このトラムは北はヘレンズデールという駅からずっと行きまして、南はブロードビーチサウス、ここまでのですね、一本南北に連なる一本の、ルートしかないんですよ。どこか枝分かれするとか一切ないので心配しないでください。ヘレンズデールからブロードビーチサウス一本。そして今私たちがいるのが、カビルアベニューステーションですね。これがサーファーズパラダイスの中心の駅です。そこから南の方向に1、2、3、4、5、6駅目、これが今日の目的地パシフィックフェアの最寄り駅のブロードビーチサウス駅になります。ではこの路面電車のチケットの種類をご紹介しましょう。まず一番最初にシングルトリップチケット、いわゆる1回乗車券というものになります。大人、子ども、割引価格等々あります。今日はね、このシングルチケットというのを券売機でその買い方をご説明したいというふうに思っております。このシングルトリップチケットなんですけれども、1回乗車券っていうのが基本なんだけれども、実は有効時間があって、これが2時間なんですね。チケットを買ったところから2時間有効のチケットです。買った目的地を超えての乗車はできませんけれど、目的地までの間だったら2時間以内であれば乗り降りが自由ということになります。途中でちょっと降りてみよう、これはその同じチケットの中でできるということになります。これがシングルトリップチケットです。今日はこれをこの後買います。これが券売機です。はい、それではね、これが券売機のモニター画面になります。モニター見てもらって、まずね、何やともあれ言語が選べますので、言語をね、日本語を選びます。その他の言語っていう風にあるので、右下のここをタッチします。そうするといくつかの言語から、モニター画面の言語を選べるので、私たち日本人日本語を選びましょう。これでも分かりやすいですよね。はい、乗車券とゴーカートというふうに分かれてます。今日は乗車券の方を選びますが、1回乗車券がシングルというやつなんです。シングルを選びます。大人、子供、コンセッション割引ですね。大人です。
い、それから地図から名前からゾーンから、ゾーンからというのはちょっと難しいので今省きましょう。一番簡単なのは名前から選ぶことです。で、大事なのが目的地、パシフィックフェアはですね、ブロードビーチというところにあるので、ブロードビーチの B、AB ですね、B を選びます。そして A から順番にですね、アルファベット順にいっぱい出てくるので、ブロードビーチというのを右下のモットーを押しながら探してください。はい、出てきました。ブロードビーチ、カッコで優しくパシフィックフェアと書いてある。これを押すと次がもうお支払い画面です。左下にカードでの支払いの場合、右側に行ってもらって、お札はここから入れます。小銭がある場合、コインを右上から入れます。はい、で、指定された金額を入れたら、あとはチケットが出てきますね。一番下のオレンジのところはこれがチケット、それからお釣りもここから出てきます。チケットとお釣りはここから一緒に出てきますので、ここから間違いなく受け取ってもらって出発しましょう。次に観光の方がよく買われるのはこの Go エクスプロアカードです。1日の中で何度も路面電車や市バスを利用してみたいという、ちょっとね遠出もしてみたいという方はこれがおすすめです。なんと大人1人10ドル、お子さんが5ドルで路面電車と市バスが乗り放題になります。お子さんの料金は5歳から14歳までです。5歳以下のお子さんは無料で乗ることができます。この Go エクスプロアカードは券売機では買えません。ホテルのコンシェルジュ、もしくは街の中のセブンイレブンなどのコンビニエンスストア、取り扱いのあるところで購入をしてください。この Go エクスプロアカード1日乗車券が買えるチケットブースは、ハードロックカフェ側からカビルアベニュー駅の反対側に渡ってアディダスを右に曲がったところにあります。次にこれが Go カードと言われる、私も持ってますが、こちらに在住している人や数多く毎日のようにトラムやバスに乗りたいという人ですね。このクイーンズランド州内共通の Go カードは、日本でいうところのスイカやパスモと同じ存在のものになります。青色が大人用、オレンジ色が子供用ということになりますが、これも券売機では買えません。チケットブースや街中コンビニエンスストアなど取り扱いのあるお店で買ってもらいます。デポジット、保証金を預ける形になります。その上でチャージ金額を入金してもらって、そこから電車賃が払われていくという形なんですが、この Go カードで乗車をすると最大料金が 30% オフになるという利点があります。なので何度も何度も繰り返し乗るという方は、ぜひこの Go カードを買ってみてください。デポジットの金額取られます。そのカードを返却しない場合はもちろんデポジット返ってきませんが、有効期限がありませんので、また次に旅行に来た時にチャージをし直して使ってもらうこともできます。こういったような3種類のチケットがあります。はい、それでは今ね、サーファーズパラダイスの街の中心の路面電車の駅、カビルアベニューステーションなんですが、先ほどご紹介した1日乗り放題券が買える場所というのが、指差します、あそこにチケットブースがあります。それを反対側から、そこから横断歩道をまた渡ってホームにやってきてます。これがプラットフォームナンバー2ですね、2番ホームになります。2番ホームからパシフィックフェアの方に向かう南行きのトラムが出てます。このねトラムというのはもう南北1本でしかありませんので、南方向ブロードビーチサウス方面に乗ってもらったら、その終点駅がパシフィックフェアになります。はい、じゃあね、あと1分でブロードビーチサウス行きがこのカビルアベニューステーションプラットフォームナンバー2から出ますので、あと1分で電車が来ます。行き先はね、ブロードビーチサウスですからね、皆さん間違えないように乗ってください。トラムに乗るときはドアについてるボタンを押すとドアが開きます。車内は椅子と椅子の間の間隔が広く、広々としています。ところどころに
トラムの駅がイラスト付きで描かれています。サーフィンの板を乗せるラックもあります。ストッパーで止めれるようになっています。ここからはトラムの車内の風景を映像でお楽しみください。撮影開始時は雨が降っていましたが、青空が広がってます。目的の駅が近づいてきました。車内からパシフィックフェアが見えます。トラムから降りる時もドアのボタンを押すとドアが開きます。目的地のブロードビーチサウスステーションに到着しました。ではお散歩しながらパシフィックフェアを目指しましょう。距離で言ったらね、500メートルです。実際にね、歩くとどれぐらいかかるのかな。いやいい、やっぱりね、ゴールドコースはお日様が似合いますね。雨もね、恵みの雨でいいけれど、やっぱりお日様が出てくるとね、気持ちも暖かくなるというものです。このね、ブロードビーチの街はサーファーズパラダイスのお隣の街ですよね。パシフィックフェアが大規模改修工事をしてクイーンズランド最大級と歌ってね、綺麗になったのがおよそ3年ほど前のことになります。でそれまではこの右側にあるブロードビーチの街、ここのレストランで、まあ、ちょっとこじゃれたレストランでね、夕飯でもどうぞなんてご案内してたんですが、今はこの街そのものというよりかは、今からご紹介するパシフィックフェアの方にみんな人々が集まるようになったということなんですね。パシフィックフェアにはデパート、高級ブランド品店、スーパーマーケット、電化製品販売店、フードコートなど350店以上のお店があります。パシフィックフェアに到着しました。ブロードビーチサウス駅から5分です。徒歩5分でここに到着です。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、サーファーズパラダイスの街からショッピングセンターのパシフィックフェアまで、ここまでの来方というのを皆様にはご案内をしました。路面電車で10分間、歩いて5分間、所要時間わずか15分でお気軽にこのショッピングセンターまで来ていただくことができましたね。雨が降っていても思いっきり楽しんでいってください。それではまたいろいろご紹介していきたいと思っております。今日はここまで。またねー。